にチャージ YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは。自分の車のナンバーは車種にちなんだ希望ナンバーを取ってます。案内人の M です。好きなご当地ナンバープレートは群馬県のナンバープレートです。サポート担当の A です。はい、ということで今回はナンバープレートに関する話なんですけれども、今ですね A さんも言ってくれました通り、ご当地ナンバーの図柄入りナンバープレートって皆様ご存知でしょうか。でですね、実は今回撮影しようと思って、他の販売会社さんのチャンネルもふわっと見てたらですね、衝撃の事実に気づきまして、これちょっと言い訳なんですけれど、今回私たちゴールデンウィーク明け一発目の撮影です。で、私たちのゴールデンウィーク入る前にですね、 A さんと一緒にじゃあこの企画をやろうって言って、で、これからやるの図柄入りナンバープレートの地名当てクイズなんですけれども、このクイズの作文をですね事前にお互い終えた上で、連休に入ったんですね。で、連休明けに見てみたら、なんと連休中にですね、日産サティオ新潟西さんでほぼ同じネタをやってまして、なんか私もサムネとタイトルだけしか見てないので中身はあえて見ないようにしてるんですけれども、なんか多分図柄入りナンバープレートに関するネタをやってるなっていうのを見えまして、めちゃくちゃネタかぶりをしたわけなんですけれども、言い訳です。先に作文は終わってました。で、ネタかぶりはしてますけれども、私たちやりますというところですね。その点ご承知ください。そしてぜひですね、皆様も日産先を新潟西さんのチャンネルの方でも何かやってたのでぜひ見てください。私たちはこの撮影が終わってから見ることにします。では本題です。はい、本日やってまいりますのがこちら、地方版図柄入りナンバープレート地名当てクイズということでですね、やっていくんですけれども、はい、まずですね、図柄入りナンバープレートって何でしょうかっていうと、こういう感じのですね、皆様も最近見る機会多いんじゃないでしょうか。車のナンバープレートなんですけれども、なんかいろいろデザインされてるんですね。で、よく原付の原動機付き自転車のですねナンバープレートとかもこういう図柄入りナンバープレートって多いんですけれど、最近はですね乗用車というか車に付けるナンバープレートも図柄入り増えております。で、これどういう目的かっていうと、イベントだったり、そして地域ごとの風景や観光資源をデザインしたナンバープレートとなっておりまして、これを付けてもらうことによって走る広告塔として地域の魅力を全国に発信することを目的にしているわけなんですね。で、ちなみに今見ていただいているのは東京2020オリンピックパラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレートということで、もう受付は終了しているものになるんですけれど、こういったですね、イベント、オリンピックとか、あとラグビーワールドカップとか、そういったものにちなんだナンバープレートもございます。で、さらに地域ごとにありますよということで、地方版の図柄入りナンバープレート現在68の地域で採用されております。ということで、本日はこの68地域で採用されているナンバープレートから、お互いに、私と A さんお互いに5問ずつ問題を作ってまいりました。この図柄だけを見てどこの地域なのかを当ててみようという、そんな企画となっておりますが、どうぞお付き合いください。それでは行ってみましょう。はい、ということで改めまして本日やってまいりますのが、地方版図柄入りナンバープレート地名当てクイズです。ルールは簡単、図柄を見て地名を当てていきましょう。皆様も一緒にご参加いただければと思います。で、私とそしてサポート担当の A さん、サポタン A って書いてますけれど、サポート担当 A さんです。いいですか、これで。はい、大丈夫ですね。はい、私勝手にサポタン A って書いてるんですけれど、クレームが来たら変えようと思ってました。はい、で、私と A さんでお互いに5問ずつ作文してまいりました。正解の多い方が勝ちということで、では早速私からまずは5問出題してまいります。ではサポタン A の挑戦いってみましょう。全問正解目指します。いきましょうね。はい、ちなみに一応お話をするとですね、私と A さんで出題範囲を変えてのものになっておりますので、お互い作文してるからといって事前に予習はしていないと思っていただきたいんですけれど、大丈夫ですよね。何も見てきてないです。見てないですよね、はい、私も見てないです。多分大丈夫です。はい、ただ予備知識がある場合ありますので、そこはね、そこは申告していきたいなと思いますが、はい、ではやっていきましょうね。第1問こちらです。これは
盛岡ナンバー、盛岡ナンバー、岩手ナンバー、結構あの難しいとこなんですよね。岩手ナンバー、岩手ナンバーですね、はい、OK、 ちなみにこれどういう読みですか。銀河鉄道の夜、はい、の？の？まあ、銀河鉄道夜の夜と、はい、なぜ岩手がつながるかというと、宮沢賢治のの？とりあえず正解発表しましょうか、はい、いいですか、はい、岩手ナンバー、あ、当たりました、岩手ナンバーです。よかったです、おめでとうございます、正解です。ありがとうございます、はい、あのゆるゆるといきたいと思いますが、はい、あの言っていただいた通り、これ銀河鉄道の夜をイメージしたナンバーですね。で、宮沢賢治さんの出身地が岩手県だから、それにちなんでということになっておりますと、はい、とりあえず1問正解、ね、はい、一応ですね、私徐々に難しくなるように作文をしたつもりでやっておりますので、では続いて第2問いきましょう。第2問はこちらです。はい、え、結構シンプルな問題だと思うんですけど、ちなみに地方でいうとどこら辺ですか。え地方でいうと、はい、地方でいうとっていうのは、日本です。東北だったら東北とか、あ、東日本か、じゃあ西日本だったら、じゃあ東日本です。東日本、はい、待ってこれ私、え、これは何書いてあります。山ですけど、あ、ここでつまずくと思わなかったえ、何の山ですか。いや、それはちょっと教えたらなんかスペシャルヒントになる気がするので。東日本の山、山、有名ですか。有名です。ちょっとここで止まるっていうのを想定してなかったんですけれどだって富士山じゃないですよね。ちなみになんで富士山じゃないと思いました。え、なんか違くないですか。富士山っぽくない、富士山ですかこれ。あの申し訳ありません、富士山です。あ、富士山ですか、はい、あ、じゃあ静岡ナンバーで静岡ナンバー、はい、いいんですか静岡ナンバー、はい、あのとりあえずね、私これを見て富士山じゃないと思われるなんてとても思ってなかったんですけど、この形の山見たら基本富士山ですよ。いや、でも最初富士山かなと思ったんですけど、はい、なんか色と、はい、あ、色と山の感じが、山の感じがよくあの赤富士って言ったりするんですけど、あの日に照らされた夕日かな朝日かな、言ったりするんですけれど、富士山青のイメージあったので、あ、まあ、確かに赤だから違うのかな、赤だから違うかなと思いました。回答が静岡ですね、はい、静岡ナンバー、はい、正解はでん、あ、そっかあ、そうですね、はい、富士山ナンバーですね、はい、富士山ナンバーで、しかも、はい、今見ていただいているの、はい、地名がですね、山梨県富士吉田市ということで、はい、富士山って山梨と静岡にまたがってるじゃないですか、はい、なので、まあ、今見ていただいているのは実は山梨県側の富士山ナンバー、はい、富士山ナンバー2つなんですよ。知らなかったです、はい、実はこれ結構あの全国的にも多分富士山ナンバーだけじゃないかなと思うんですけど、同じ富士山という地名のナンバーで山梨県と静岡県両方にあるんですよ。これは知らなかったです、はい、ということで静岡側のナンバーはこちらの雄大な富士と豊かな田園という名前がついている富士山ナンバー、こっちも青ですね。これ見たら富士山でした。これは、はい、富士山でしたね。こっちも富士山なんですよ、はい、ちょっと分かんなかったということで、はいはい、まあまあまあ行きましょうね、はいはい、とりあえず2問中今のところ1問正解、はいはい、第3問、どん、これはいけますよ。え、これリンゴ、リンゴじゃないですよね。これは何だろう、リンゴかな、青リンゴなのかな。え、リンゴじゃないんですか。どうだろう、違うちなみにあのこれも 山ありますけど、これは富士山じゃないですよえ、どこだろう。え、これあのなんかリンゴみたいなやつと山と、これは砂浜じゃない。はい、まあ、砂浜っちゃ砂浜なんですけれど、じゃあ海側の県ですか。いや、まあまあまあ海に面してますね。リンゴじゃない、リンゴ、私的にはこのなんか砂が一番ヒントなんですけど、砂浜、でっけえ砂浜です。砂浜、
鳥取砂丘じゃないですよね。全然違いますよね。いや、まああれも砂浜っちゃ砂浜ですよ。じゃあ鳥取。鳥取で、はい、いいですか。はい、正解は鳥取ですよ。当たりました。よかった。これ梨です。あ、梨か、はい、リンゴかと思いました。あの一応ですね、鳥取県の名産品として梨、そしてこれ大山という山ですね、これも鳥取を代表する山になっております。そしてもちろんこれは砂丘ですよということで鳥取砂丘と、はいはい、なっておりますが、皆様はどうですか、ここまで全問正解でしょうか。あのとりあえず A さんと勝負をしてもらいたいんですけれど、では4問目いきましょうね。4問目こちら。これは見たことあります。あります。はい、これは分かりますよ一発で。はい、はい、どうぞ。長岡ナンバー。長岡ナンバー、はい、正解はそうです、長岡。当たりました。これ実物見たことあります。あ、見たことあります。ああ、そうなんですね、はい、なるほど。まあ、あの福島県だとですね、お隣新潟県になりますので、見る機会も多いのかもしれません。私は実物まだ見たことないな。何回かありますね。へえ、はい、まあ、新潟県内走ったりすると結構見れたりするんでしょうか。はい、ということでこちらが長岡ナンバー。じゃあ第5問目、はい、これ私からのラストです。ラストです、はい、ラスト。ここまで、3問正解かな。ですね。ですね、はいはい、ちょっとあの私2問目外されたのは若干 あれって思ったんですけど、思ったよりでもサクサクと答えていただいている。最終がこちらです。あ、分かっちゃいました、分かっちゃいました、なぜこれは最近話題ですよね。あ、なるほど、時事ネタ。話題の件じゃないですか、はい、話題の件、はい、あの新幹線が開通した件ですよね。よくご存知。あれ、これちょっとあの悩むかなと思って期待してたんですけど、なんかサクッといかれたぞ。じゃあ正解聞きましょうね。福井県、福井ナンバーです。正解です。当たりました、はい、福井県は恐竜の化石がなんかいっぱい出てくるということで恐竜県として有名なんですね。はい、ということで福井ナンバー、こちら恐竜となっておりました。私からは以上ですけれど、ここまで答えていただいて結局5問中4問正解。はい、はい、1問だけ外しちゃいました。1問外しましたね。この間のゴールデンウィーク企画、皆さんご覧いただいたか分かんないですけれど、ゴールデンウィーク企画で A さんと戦ったんですよ。惨敗しまして、今日は勝ってやろうって思ってたんですけど、全問正解しないとダメか。なるほど、ね、はいはい、まあ、頑張ってください。わかりました。はい、皆様はここまで何問正解だったでしょうか。 A さんに勝っているでしょうか。では続きまして A さんからの問題を聞きたいと思います。はい、では続きまして A さんからの出題です。はい、私からの問題です。ちなみに難易度的には、難易度でも全問正解難しいんじゃないかなって思いながら作りました。あー、 OK です。じゃあ、はい、全問正解頑張ります。はい、では第1問が、第1問が、はい、こちら、はい、これは簡単ですよね。これは簡単ですね、はい、柴犬ですよね。これ違いますね。違いますよね、はい、日本っぽい犬だと、あとは甲斐犬か、北海道犬か、土佐犬か。違いますね、秋田です。これはい、はい、秋田です。正解は秋田でした。秋田県です。やりました、おめでとうございます。ありがとうございます。あのとりあえず第一問ですからね、はい、まあ、皆様もこれは即答だったと思います、はい、でもちょっともう一回見せてくださいよ。あー、いいですね。なんか可愛いですよ。可愛い可愛い、なるほど。可愛い系で攻めてます。今日は可愛い系、あ、ではないです。あ、ではないですね、わ、はい、かりました。でも結構1問目はサクッといけたんで楽しみですね、はい、次、はい、じゃあ次は第2問こちらです。はい、私これ、このナンバーは見たことあるんですよ。え、ありますか。あの、かっこいいナンバープレートが出てきたぞって、あのちょっと話題になったことがあって、わかるんですよ。これヤマタノオロチなんですよ、多分。 1,2,3,4,5,6,7,8、 多分ヤマタノオロチで、ヤマタノオロチだから、え、伊勢日本神話関連しそうな。ヒント欲しいですか。いや、ちょっと待って、ヒントくれんですか。ヒントは、はい、西日本です。あ、伊勢って西日本になるかな。ギリ西、わかった。
これはあれがある場所です。出雲大社、出雲ナンバー。正解です。やりました、やりました。 OK ですね。さすがです。じゃあ続いて、はい、第3問、こちらです。え、鳥取かな。梨、鳥取はさっき出ましたよ。出ましたね、はい。待って、でもこれ梨っぽいな。梨で有名な県ってどこなんだろう。街並み結構都会、川が流れて結構都会で梨が有名。梨ってでもさっき鳥取が梨有名だから結構南というか西日本の産地なんだと思うんだよな。でその上で都会だから、え、神戸だ。いやでも神戸だったら海っぽいよな。いやでもな、広島瀬戸内海。なんか嬉しそうですえ、ヒント欲しいですか。欲しいです。これは東日本です。え、東日本だけど、でも東京とかじゃないから、それか東京の区のナンバー。いやでも梨でしょ、山梨。違う、梨が有名な県です。梨有名な県ですよね、はい、やっぱそうですよね。あ、分かったあの、すいません、分かりました。船橋ですね。船橋です。船橋時計ですか。え、いや待って、船橋って船橋だけど梨有名なのかな。船橋で、はい、分かりました。正解は市川ナンバーでした引っかかりましたね。あ、ちなみに船橋ナンバーにも梨が書いてあります。はい、あ、書いてあるんですね、はい、市川かあの全問正解逃しました市川でも県は当たってますね。県は一緒ですね、はい、はい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 、はい、惜しかったですね。いや惜しかったですね、はい、なんかすげえやられた気がした次行きましょう、次、はいはい、第4問目。第4問目はこちらです。でん、じゃん。え、これは熊が有名だから熊本。違いますよ、あ、絶対違うって分かってますからね。あ、でもこれはこの山は、え、待って、山、熊、鹿、エゾ鹿。あ、あ、鷹、ワシかな。エゾっぽい、北海道っぽいな。月のワグマじゃないだろうな、きっとね。ヒグマっぽいんだよな。北海道、釧路。あ、でも釧路だったら釧路湖とかそういう感じになるかな。難しいですね。これもヒントあるんですか。ヒントはこれはなし。あ、なしですね。なしで、はい、あ、なるほど。でもいいとこ行ってますね。いい線ですよね、絶対。はい、釧路じゃない気がする。待って、北海道ってあと旭川ナンバーと札幌ナンバーと北海道ナンバーと、え、なんか絶対、なんかあの、これ今回の出題範囲って、あの、新しく追加になった範囲で、あの、私と A さんで切ってるので、 A さんは比較的新しい、あの、ナンバープレートと地域で作ってくれてるんですよ。いや待って、結構豊かな方の、いや、北海道どこも豊かなんだよな。豊かな自然で、この山が何かにもよるんですけど、ただ北海道の山にまだ詳しくない。私たち北海道に行く予定はあるんですけれど、チャンネルとして。いや、でもいい、釧路ナンバーにします。 OK ですか。釧路ナンバー OK。 釧路ナンバーで、はい、正解は知床でした。知床なんだ。北海道渡ってましたね。なるほどね、知床ね。あー、知床ね、はい、あ、自然豊かな感じ、豊かな感じですね、はい、ありがとうございます次最終でしょうか、はい、あの、もう私負け確なんですけど私 A さんに勝てる時来るのかなはい、最終問題、はい、最終問題ラストです。ラストですね。こちらです。ん、兜、武将系。え、
なんかいっぱい兜あんの。歴史詳しい人ならわかるかもしれないです。なるほど、そうですよね。私ですね、歴史てきめんに弱いんですよ。あの、ちなみに A さんは歴史はめちゃくちゃ弱いです。あ、めちゃくちゃ弱いんですね、はい、相手の出題なんですね、はい、知ってるかなって思って、はい、出題されたんですけれど、はい、私はその期待に応えられなかった。いやでも武将系がある地域、全然わかんない。でも、ね、関ヶ原とかかな。関ヶ原ってどこにあるんだろう。関東武将なんかな。そう、あの絶対戦国大名系だから、あの割と東寄りだと思うんですよね。東日本系な気がするんですよ。東日本か、まあ、中部。あんまりあの関西は武将ってイメージ私はないんですけど、これあの本当に歴史弱くて言ってますからね。武将っぽい地名なんだよな。これ県じゃないんだよな多分、県ではないです。ですよね。なんとか県の中には入ってない地名ですよね。はい、余計わからん。多分分かんないと思いますおっと、分かんねえだろって煽られたんですけど今。地名、武将と関連する、その県にあるお城は有名ですね。あー、なるほど。私はまだ行ったことないです。お城は有名。姫路？でも姫路だと県名だからな。歴史に関わりの深い地名、東北ではないです。あ、だろうと思ってました、はい、東北じゃないんですよ。関東。関東でもないです中部。中部にある県かどうかが怪しい感じですねでも関西でもないです。関西でもないですよね、はい、あ、でも待って、九州。さあ、だんだんあの絞ってきたぞ。絞れないな。でも関西じゃないって広い意味での関西だな。でもきっと、じゃあ真ん中らへん長野。長野ってなんか武将有名な。ちなみに海に面してる県です。あ、海あり県ですね。じゃあ長野じゃないんだ、はい、あ、待っていや、でも京都じゃないな。奈良でも海に面してる県。あ、待って、愛知。名古屋。いいですか、名古屋で。なんか違う気もすごい、あの嬉しそうに聞いてくるんですよ、いいですかって。でもいい名古屋。いや、名古屋城有名ですよ。名古屋城有名ですね。有名です、うん、名古屋ですよこれ。本当にいいですか。いい、名古屋です。じゃあ名古屋で、はい、はい、名古屋だといいですねってはい、じゃあ正解は岡崎でした惜しい。知らん、岡崎ナンバーってあるんですね。これは、はい、徳川家康のなんか具足、はあ、を表してるっていう。そういう感じなんですね。はい、入ってるんです。へえということで、はい、私何回何個正解しました。皆様は分かりましたか、どうでしたか。あの今回はですね、図柄から地名を当てるクイズをやってまいりましたけれど、いかがだったでしょうか。 A さんどうでした。一問だけ外しちゃってちょっと悔しいんですけど、すごい楽しかったです。あのめっちゃ勝ってますからね、はい、私は3問だけ外しましたけれど結構楽しかったです。あのいろいろですね、こう図柄絵柄からなんかどこの地域かなって考えるの結構楽しいんじゃないかなと思いますので、皆様もぜひぜひあの私たちと一緒に楽しんでいただけておりましたら幸いです。そして、なんかお近くのお友達とかと一緒にですね、あのやってみていただけるといいかなと思います、ということで今回はご当地ナンバー、ご当地図柄入りご当地ナンバーですね、やってまいりました、今後もですねこんな感じで A さんと私、あの今のところ2戦2敗なんですけど、私 A さんと、あのいつか勝ちたいと思っております、こんな戦いまたやっていきたいと思いますので、それもお楽しみに。福日アジ YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見直しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。